金曜日の様子を見てると、ここにいるとは想像できなかったんですけど。そうですね、まあ、昨日までねちょっとトラブル抱えてて、ね、まあ、ちょっとねその、まあ、先週ルマン行ってその時差ボケっていうのもあったんですけど、まあまあ、ルマンもねその腰痛でちょっと走れなかったっていうのもあって、まあ、ちょっとどうなるかなと思ったんですけど、まあ、そのちょっとトラブルの原因が今朝分かったので、でまあ、フリー走った時には、まあ、感触が戻ってたので、もうあとはもうスタートセンスで飛び出して、あとはまあ1周目を、ね、できればもうやっぱり6番手ぐらいでは帰ってきてこないと表彰台は狙えないんで、まあ、あとは、ね、まあ、トップの、ね、渡辺選手と、まあ、中富選手の後ろを追いかけたかったんですけどね、なかなかやっぱり2人もペースが速いんで、まあ、3番手に行ってからはもうちょっとペースキープというか、まあ、プッシュはしたんですけどね、なかなか前にも追いつかなかったんで、まあ、次のレースもあるんで頑張ります。はい。